1998年10月に進水されましたヤンマー GA50DS、 もともとモジャコ船だったんですね。現在のオーナーはこの船を道楽として使われています。使用状況はたまに釣りに行く程度だそうです。この通路幅もむちゃくちゃ広いですね。デッキの上は硬くて頑丈、青いデッキマットを敷いて綺麗に使われています。この辺の巻き取り機やシーアンカーもお付けされます。フロントデッキの上も問題なしですね。がっちりしていました。油圧ローラーとアンカーウインチがセットされています。モジャコ船だけに使用頻度が少ない船ですから痛みがあまりないですね。ここは氷間として使用されていたところ、今は物入れになってますけどね。ここがスカッパーが開いてる生けすになってるんですね。ここはほとんど使ってないです。はいはい、メインで使ってるところがここ。広いな、やっぱりめちゃくちゃ広いな。ここから入れて水タンクが200リッター。舵シリンダーに点検口、ここも別に変わったところないですね。普通に物入れ。シーアンカーがありますね。ここは氷間ですね。ああ、ここに補機があるんですね。はい、これが5キロ、ここにピシャッと入ってる。意外と静かになりますね。排ヤマハ特注のブリッジだそうです。このブリッジもがっちりしてましたね。椅子はねボロボロになってますけど、こんなのはね取り替えればいいんですよ。現在フライブリッジではリモコンはつなげてないので操船できないそうです。必要であればつなげればいいだけの話。でここにエアコンの室外機があるんですね。よいしょ。すんごい天井が高い。GPS 魚探、レーダー、オートパイロット、三連リモコン、フル装備ですね。
これはここにマリンエアコン、嬉しい装備がついてます。このドライバーシートは汚れているだけ、洗えばきれいになります。リモコンが置いてあるんですね。公開ケーキ類がずらり並んでおります。ここにも一人横になれるスペースですね。で、奥がこんな風になってます。ここがトイレなのかな、お手洗い。幅も横幅も高さもあって圧迫感がないトイレですね。だいたいこう 1,2,3 名は、ね、横になれますね。大型の液晶テレビと、ここに家庭用のエアコンもセットされていました。ここは機械室、メタハラの安定器が6台ありました。エンジンはヤンマー 6KX の ET、最大580馬力が搭載されています。燃料タンクは2000リッタータンクですけど、一つ潰していますから1500リッターです。もう水が入らない、シールスタン。話によるとボアアップされたエンジンだそうで、巡航1800回転で20から21ノット、マックスは回さないから分かんないんですけど25ノットぐらいは出るようです。毎年イカ釣りが始まる5月ぐらいにメンテナンスをされているそうで、インペラも毎回交換されているようです。300時間でオイル交換、キンキンでは6月に交換されています。向こうにも1個発電機があるんですね。あれはイカ取り用、イカ取り用のメタンガス。はいはい、あれは何キロぐらいですか？20キロ。あ、これ20キロ。